金沢フラットバス金沢フラットバスは石川県金沢市のコミュニティバスである。運行は北陸鉄道と西日本 JR バスに委託されている。フラットの名は床がフラットで段差のないノンステップバスであることと料金を気にせず気軽に乗ることができる雰囲気の両方に由来する。このハナルートトランジットモール交通規制標識、金沢市は潜在を受けなかったこともあり古い街並みで、 形成されており、主要道路を除いて街路は非常に細い。このため、自家用車の普及に伴う道路渋滞や戦術した道路状況により公共交通不便地域が存在していた。こうした地域では新たな移動手段の導入が地元住民からも求められていた。このような状況下において、高齢社会への対応として、高齢者の外出 こうした中、金沢市では1997年に金沢市におけるコミュニティバス導入検討委員会を設置しどのような路線設定が必要かの検討を行うこととなった。この中で前述の目的を達成するために環状型の路線設定を行うこととなった。こうして設定されることとなったフラットバスであるが事業採算が見込めない点と、 車両等の初期投資が大きいことから、運賃収入の不足、車両及びバス停の設置費は、市の負担とした。この路線の特徴は、横や成町商店街において、アーケードを走行することである。アーケード内は、基本的に車両の走行が認められていない歩行者、自転車専用のものであるが、商店街活性化を目的とし、警察など、関係当局との交渉を行った、結果、 当コミュニティバスのみ乗り入りが認められたものである。これは全国初の試みであった。なお、アーケード内の路面は中央を色分けしバスのワンポイントを入れたことにより、バス車両乗り入れを知らない歩行者が容易に認知できるようになっている。いずれも循環ルートで15分間隔。運賃は先払い、定額制で100円。停留所の間隔は約200メートルと短い。 市街の北西部を結ぶこの花ルート、南部を結ぶ菊川ルート、両者の中間を結ぶ材木ルートの3路線は、運行会社が北陸鉄道となるため IC カード乗車券のいいかも利用できる。2008年11月8日より、新たに市街の西部を結ぶ長町ルートの運行が開始されたが、運行会社は西日本 JR バスとなるため、いいかや、 他の路線用の回数券は利用できないが二0十五年三月十四日の北陸新幹線開業に伴いピタパーイコカ等の交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応した IC カードでの利用が可能となった。この花ルート、金沢駅東口別院通り武蔵が、大見町市町町民文化館引く小橋町、浅野本町この花町金沢駅、 東口金沢駅発、8時29分17時59分、所要時間、約25分運行開始、1999年3月28日、菊川ルート、高林坊か、田町竹町、菊川町公民館大学病院本田の森ホール国立工芸館、県立美術館21世紀美術館市役所、柿の木畑高林坊高林坊発、 8時45分から18時15分、所要時間、約45分運行開始。2000年3月25日、材木ルート武蔵が、辻、大見町市場大手門前降臨坊、戦国通りから、市役所、21世紀記術館、白鳥路県六園下引く、材木町、泉強化記念館武蔵が、辻、大見町市場武蔵が、辻、大見町市場初、 8時45分から18時15分、所要時間、約45分運行開始、2003年3月21日町、町ルート市二石年館精霊病院、青銅玉川図書館武蔵が、辻、大見町市場、富本町中村町小学校マイナスにしちゃやがい、片町市二石年館市二石年館発、8時45分から18時15分、所要時間、 約40分運行開始、2008年11月8日、開業当初に導入した車体は、フォルクスワーゲン車をベースに改装した、クセニッツ車線、シティバス3。また、材木ルートでは、CNG エンジンを使用、このタイプの小型ノンステップバスを、コミュニティバスとして導入したのは、金沢フラットバスが、国内初である。 しかし、ディーラーの撤退などもあり、2006年10月には、菊川ルートに日のポンチョを導入。また、2008年9月には、同年11月に開業した長町ルートを先行して、この花ルートの車両もポンチョを導入。現在は、この花、材木、菊川、長町各ルートは、全車火のポンチョで運行されている。ありがとうございます。